あ、どうもクレゴでございます。はい、本日はですねちょっと久々に、ドライブレコーダーなんですけど、バントゥルーさんの、はい、なんか新しいやつでございますね。ちょっとカメラがいっぱいついてるんですよ。まあ物は2つだけですけど、はい、というわけでちょっと紹介させていただこうという感じでございます。はい、お願いします。シリーズ的には N5 と書いてますね。まあ N、これなんていうのかな、ね、ネックス、はい、です。で、まあ、最近流行りの、まあ、Wi-Fi 搭載はもちろんですけど、まあ、駐車監視、まあ、GPS 内蔵というわけでちょっと、はい、とりあえずオープンしていきます。取り付けはですね、ちょっとクレスタにつけるんですけど、まあまあざっと、つけていきます。だからあの取り付けと気になる方は自分の動画ちょっと遡っていただいて、なんかな、担当エブリー、まあなんかその辺、はい、取り付けがおりますので参考にしていただければという感じでございます。はい、本体がこちらですよ。前クレスタに付けさせてもらったやつに若干似てるんですけど、それの新しいバージョンって感じですかね。じゃじゃんと、バントゥルーさん結構シンプルなんですよね。おお、はい、こんな感じでございます。かっこいい N5 で、はい、内側にもカメラがついてるんですよ。でこれがモニターですね。リアカメラを挿すところはここに上についてるんですね。で、こっちが、はい、リアカメラですよ。あー、じゃじゃんと、今回ちょっと一つ増えたのが、はい、まあ普通にリアカメラかと思いきやリアも室内側を撮りますということでございますよ。まあなのでカメラが4つですね、まあ、こうつけて、あー、ちゃんと、はい、自由自在に、まあセダンとかだったらどんぐらいかな、結構急なんでこんなもん、こんなもんかな。あー、一応あの調節できる、なんか場所というか、ここにこう線が引いてありますね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これだけずらせますよと。ちょっととりあえず方向性はちょっと後々やっていきたいと思います。で、あと他の付属品がですね、はい、まあ、もちろん USB とじゃじゃんと、あ、両面テープ、かっこいいですよねこのピン、ピンじゃないヘラ、はい、バントゥルーで、最近本当これ非常に助かりますね、ピンがついてるんで。あ、でこれが土台ですね、メインの土台でございます。で、あ、ここに電源挿すところがありますね、 DC インで、まあこういう風につくわけですね。おー、なんか簡単な作りけど、あらら、取れんくなった。おー、ワンタッチ、あ、磁石、すげー、簡単に外すことできるんですね。で、あとはシガーですね、はい、はい、いつものシガーでございます。バントゥルー USB 付きんで、あとは延長コードか、バック線にもう一個なんかある、なんだこれ。ああ、これなんかデータとか見る場合で、でもこれで見れるんですかね。はい、取扱い説明書、英語と日本語がしっかり記載してあります。非常に分かりやすい感じでございます。ああ、 USB データケーブル 1m、 やっぱそうですね。で、静電気、 あと、はい、拭くやつ、また見てください、バントゥルー、かっこいい。で、撮影中のステッカー、あ、日本語もありますよ。で、拭くやつで、あとこの静電気というか、これ貼って、まあ、ドラレコ貼ってくださいみたいな。で、オプション品で、まあ、Amazon ランとか見てもらったら分かるんですけど、あの商品とプラスこれもいいですよっていうのが、はい、これが、カメラレンズでございますね。 CPL フィルターですね。ここか、ここの部分の、レンズですね。これあった方がいいと思いますよ、やっぱあの汚れとか傷とかそういうのがつきにくいようにですね。で、まあ、ざっと商品はそんなもんですかね。まあ、あとは機能性の問題ですよ。 Wi-Fi つなげて携帯で確認できますと。 SD カード挿入口はここか。ああ、え、あ、そういうこと。ああ、で真ん中ボタンで押せるようになってるんですね。で、真ん中を押すことによって電源ボタンみたいな、はい、マイクロ USB ですかね、とリセットボタンがあります。ああ、で一応方向性が変えてますね。車内から見ると後方車内カメラが右方にあります。こっちが室内側みたいですね。で、こっちが外を見る方ですかね。うーん、なるほどなるほど。まあ後々ちょっとこの辺は説明していきたいと思います。というわけでちょっとざっとクレスタにつけていきたいと思います。さあ、ちょっとちゃっちゃかつけていくんですけど、ちょっと前回のやつがついてるので、その辺はおまけでご覧ください。クレスタ関係とか、こう古い車は何なんですよね、外すだけで割れるという、もうちょっとしょうがないんですよね、劣化が。
だから基本的に、ああそっか、ミニバンとか皆さんこうつけられる方が多いかとは思いますけど、とかそのタント系とかそっち系ですか。だからちょっと今回クレスターはあまり参考にはならないと思うので、ちょっとこの辺ご了承ください。だからあの機能性を、メインに紹介できたらっていう感じでございます。あ、ちょっとあのクレスタお乗りの方あるあるですけど、ちょっとこのスピーカーのここまずいんすよね。これちょっとまずいんですよね。割れるんですよ。あ、やばい、動画なんて外しちゃったっけ。もうここバッキバキにこっち割れてるんすよね。上からやったっけ。うわ、あ、よかった。あ、上からです。81お乗りの方、はい、上からでございます。まあ、横からこう必死に引っ張っててから、ここ悲惨なぐらいバーって割れたんですよね。新品タダで譲ってくださる方おられましたら、ご連絡お待ちしております。何気にこれ高いですよね。今回も電源はあのエーモンさんのソケットですかねを使いますので、使いますのでというか使ってますので、もうそれをそのまま使います。シガーのとこから電線をかませてからハンダで止めてますけど、まあ、ハンダがおすすめですね。あのエレクトロタップとかありますけれど、やっぱ接触不良を起こしちゃうので。ちょっと自分の場合ですけどね、あ、なんか逆光で全然わからねえ。まあ大体つけるときはクレスタの場合ですけど、あのここら辺全部外していただいて、じゃないとあのこれがあの無理してですね、結構線を入れ込むのが大変っていうのと、なんかこの辺が汚くなるので、自分はこの辺外してますね。これとあとここの握るところもですね。で、ここは多分そのまんま、あ、そのままこの辺はいけますね。簡単に、あ、外れました。で、あとはこうちょっと線、入れていくので、はい、ちょっととりあえず前側はこんな感じです。ちょっと全然暗くて見えずれ、外した方がいいということです。まあ、まずはやっぱ電源線ですよね。まあ、この辺の電線引くところはですね、ここちょっと分かりづらいですけど、あのこういう針金があれば、これもエーモンさんですけどね、こういうのを使って通すことをお勧めします。でもあのこれはセダン系とかちょっと高級車、まあ、クレスタ高級車なんですね、はい、などがめんどくさいって感じですね。これタントめちゃくちゃ楽なんすよ。タント系とかもほんと今の系は意外とあのいい作りになってます。はい、非常にあのこういう作業をするのには、もうおすすめな車です。よっしゃ、もうここが通ったらまああとは、楽なもんですよ。まあ、とりあえず本当ここら辺の取り回しの部分が結構あの手間だったりするんですよね。ちょっと今回結構省略させていただきましたけど、うわー、アルコールやば。一応はい、こうやって脱脂をしてもらって、あー、でもちょっと取り付ける前に一応本来ならあれですよね、電源を入れて、そのカメラの方向性ですかを、確認されることをお勧めしますね。あまりにもあっち向いてホイしてたら良くないと思うので、まあでも最近のあのドラレコは広角ですので、そんな気にする必要もないかと思われます。で、本来だったらですね、あの静電気用のあれですかをここにこう貼ってもらって貼るのがまあおすすめなのかなとは思いますけど、まあ今回はそのまま貼っちゃいます。室内側か、あまりにもミラーの真後ろはちょっとダメですね。だからといって下すぎるのも微妙ですよね。室内側が見えてほしいので、まあ今の軽とかだったらですね、何ですかね、ここの奥行きというかミラーがだいぶ上この辺とかについてたりするので、全然気にすることなくこう好きなとこつけていいって感じじゃないですか。セダンの場合こういう風になっちゃいますね。だからこいつをこの辺につけるか、まあこの辺はあのご自身の車のいいところに、お付けになってください。あとはこの辺に線の方向が変なくならないように。あー、なるほど。フロント側はあれですね、あー、角度だからここで変えれるって感じですね。ここが根元の頭が動くので、だから角度は こんぐらいってことですね。フロント側は、あ、でもまあまあ動きますね。モニターもペロリンチョ、うーわお、バントゥルー、ちょっと電源入れよう。タンタラン。まず電源つけてすぐ、はい、ちょっとここの説明は軽くしておきたいと思います。イングリッシュ、フランス、なんかいろいろありますね。中国とか日本語ってありますので、
はい、これでまずちょっと選んでいただけたらっていう感じじゃないですか。 OK。 あー、時間もなんかいろいろあるんですね。東京だとか、アオーストラリア、なんだ、ハワイ、ロサンゼルス、ジャパンはどこだ、東京、OK。 あー、ではまあまあこの辺はあれですよね、よく設定にあるようなやつじゃないですか、 YYMMDD。 まあこれは後ほど設定変えれると思うので。あれ、時間合ってる。今16時37分、2月17でございます。速度単位はまあキロですよ。マイルじゃありません、キロです。で、 Wi-Fi の周波数、まあ、2.4 でいいか、とりあえず。あ、 SD カードがありません。 SD カードを入れないと、電源じゃない、モニターが映らないんですかね、みたいですね。全てのファイルが削除されます。 OK、 フォーマット中。ちょっと暗くて反射で見えづらいですね。おお、もう出てきました。ちょっと反射でまずで見づら。なんか横ワイドのモニターってまたなんか不思議な感じですね。ちょっととりあえず室内が、あー、これか、ね、映ってるので、なんかまっすぐかどうか分かりませんけど、 OK。 あとはほんとまずやっぱここの電線をこう把握しないと、ここを閉めてしまうときにあれですよね、あー届かんやったとかだったら非常にめんどくさいので、この辺はちょっとまあ余裕持ってこう奥に直し込めるんですね。で、取り付けでもいいかとは思います。バック線ももう一緒に入れておきます。ちょうど今セルシオにもあのドラルコつけてたんですけど、あのサイドカーテンエアバッグとかついてる車はですね、ちょっとこの辺の A ピラーのところ考えた方がって感じですよね。だってこっからブスって出てくるんで、もし本当になんすか、その事故った時とかにあの電線ブチブチって一緒に切れるようなみたいなまあ衝撃のところの映像とかは撮れてると思うので、その辺どうかって感じですけど、なんかだからできたらエアバッグの裏側ですかにこう差し込むことがおすすめかなって感じですよね。とりあえず戻せるところは戻しとくか。ちょっと非常に分かりづらいですけど、あれ、なんか割れたぞ、違う、なんか外れた。さあ、ちょっとはい、なんとなくで貼りました。で、あれですよね、まあ写真にもよると思いますけど、こうやってクレスタこう上にボコボコがあるんですけど、こういうのにカメラが被らない方がいいですよね、もちろん。で、ちょっと途中で説明しました通り、電線を、こっち側ですよね、はい、今刺しましたけど、こっち側に出てくるようにですね。よし、まあ大体まっすぐじゃないかもですけど、はい、いいですよ。何でもいいじゃないですか。100点満点は無理だって、80から70点ぐらいの、はい、レベルで完成すればいいんです。あー、ガラスの押さえ、あー、これちょっと非常にあれでちょっと分かりづらいかと思いますけど、ここのガラスの押さえですね、この分かりますか、81のお乗りの方はもう非常に限定ですけど、これでガラス押さえてるんですね。これ外したらいけませんね。ちょっとお分かりいただけますか、ちょっとピントが合わんな。ここです、ここ、この緑のやつ、だいぶアップですけど、おお、ということで、よし、さあちょっと、スキップじゃないですけど、なんとなくで電線は詰め込みました。クレスタちょっとこの椅子の下の方に、椅子の裏か、後ろのこの椅子の裏になんとなくでこう直せるんですよね、ここの奥、ここの下の奥、まあ、だから長い分こうビヨーンって伸ばしてまとめて下に置いてるみたいな。とりあえず後ろ完璧です。次外しきらんくなるもん、さっきより全然マシ。あ、そうちょっとはい、両面空気気になる方また改めて強く押せば、こいつは良くなりました。まあちょびっと入ってるけど、あ、そう、うん、最初よりマシ。ああ、これ取り替え楽ですよ、めちゃくちゃ。もうこれやっぱ磁石製なんで、でこうなんかカパってはまるみたいな。で電源入るったい、それで。あ、電源はね、上のやつこれバックカメラけんね。ドンってぶつかったらボンって飛んでいくったい。ああ、だけん、そうやろ、なんかのやつであったっちゃね、そのもしガーンって自分がぶつかった時に、うん、ドラレコで怪我せんごと。ああ、そういうこと。うん。まあ知らんけど、これたまたまかもしれんけど。うん、なんかでミラー型のドラレコやったかな、うん、一体型のね、うん、でなんかあった確か。一応取り付け、まあちょっとまだこの辺下見えてないですけど、まあ、ざっくり完成でございます。まああとは操作方法などちょっと使い方を、はい、説明していきます。あ、ちょっと忘れる前に最後にというかレンズを取り付けます。まあ、皆様も多分っていうか、これ取り付けた方がいいんじゃないかなって感じですね。ああ、またバントゥルーの拭くやつ。おお、なんかビデオカメラのやつって感じですね。こいつを剥がして、あ、これ裏側にもフィルムがくっついてる。汚れる前に
よし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 、はい、こんな感じでくるくる回すだけですね。あれなんかこうずっと回るよ。ああ、これなんかあれね、あ、へえ、くるくるずっと回る構造みたいです。二段階ネジになってるもん、二段階というか。うう、めちゃくちゃ綺麗ですよ。で、よくここ分かりますか、なんかここがくるくる回るという、なんかいっぱいできるわけじゃなかったよね、さすがに。どうやろう。でもあのあれないけんね、二重になっとるとかな、メモリのあれのね。うん、めっちゃ綺麗。よし、戻すのも簡単ですよ。あ、こうか。よし、オッケー、おっしゃはい、ですね、ちょっと取り付けてから日経ったんですけど、あの操作方法とかですね、まあ映像をちょっとお見せしていこうという感じでございます。この後ろもですね、バッチリついてるんですけど、この何ですかね、クレスタの場合このヒーター線ですかね、ちょっと気になるかなって感じはしてるんですけど、まあまあ、問題ない感じで、動作しております。非常に、はい、いい品物でございます。品物っていう言い方もおかしいですけど、まあ簡単にですね、操作方法を、ちょっと説明していこうという感じでございます。で、まあもう取扱説明書に書いてある通り、まあ簡単にざって読んでいきますということで、あー、これ逆光で見にくいかもしれないですけど、ちょっとオンします。エンジンかけるか。はい、ちょっと反射で見えづらいですけど、まあ、まずですね、ここの下にビューンと、下側に、はい、ボタンが 1,2,3,4 つついております。何ですかね、 Wi-Fi マークとマイクマークと、これ画像の切り替えボタンですかね。で、なんか Z って書いてます。カメラマークも入ってます。で、こっち側にちょっとこれ見づらいですけど、こうやってこうやってこうやって見せれば、こうやって、はい、なんだこれは、電源ボタンと、あのびっくりマークなんで、あのロックするってことですよね。映像を適当にパカッてできますので、まあこれは最初にも説明したかと思いますけど。で、はい、あとは中身でございますね。もうちょっとアップしよう。おお、バッチリ。もう何ですか、4カメラっていうのがいいですよね。まあ映像がここのここか、これでこうやって変えれますけど、はい、後ろメインとか前を、うわ、こんな感じでバレてる。はい、前をメインだけ、あ、これ前1枚になってるとか、これは前の内側ですよね、これは後ろの内側ですよね。お、車が来た。しっかり映っております。で、これが後ろメインですね。お、走ってた。で、これが、4面全部ってことですよね。で、どうしましょうかね。いろいろ設定はできるんですけど、そこまで、まあ、気にして別にしなくてもいいんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、結局つけてしまえば、あのそんなあの気にするあれもないんでですね。で、はい、画面に、一個一個あるあの表示されている、項目というか、はい、こちらでございます。まあ、あの何ですかね、今何になってますよっていうことですよね。あ、これ 5G Wi-Fi も対応してたんですね。で、まあ、GPS、マイクオンオフ、SD カード、ループ、まあ、この辺も、はい、あの全部設定で見ることができるので。あー、そっか、別にあのオプションでリモコンとかあるので、リモコン接続済みとかそういうのも出てくるんですね。で、まあ、この右端が、スピードが表示されてます とプライバシーモードとか、あ、緊急録画中ってことですね。だから、この左側をポチッと押してもらえれば、あ、ロックしましたと、はい、緊急録画中でございます。で、まあ、まず設定に入るときは録画を止めないといけませんね。これか、これで撮影を、はい、止めます。あ、これが一応インジケーターとして、この左端の緑のやつですね。ペカペカ中が録画中、点滅中が、あ、点滅じゃない、ただの光ってるだけが電源入ってますよ的な感じですかね。まあ、これもあの光らせたり消したりできるんですけど、あ、黒猫さんお疲れさんです。で、メニューがこちらです。で、まあ、録画設定、システム設定、ファイル管理、まずシステム設定からいきますか。言葉、Wi-Fi、まあ、Wi-Fi は、まあ、自動とか周波数、まあ、周波数ってこれ何やったっけな、あ、 2.4 と5と対応できるってことですよね。 2.4 でよかったんじゃないかね。または Wi-Fi 情報、あ、そうですよ、 Bluetooth。 まずあのアプリで、同期させるときに
パスワードがですね必要になってくるんですけど、これ123456789ということでございます。まあ電源オン後10分間後オフ、あの Wi-Fi ペカペカ、まあ、テザリングじゃないですけど Wi-Fi10 分間はあの予防ってしてますよみたいな感じの時間ですよね。まあオンだったらずっとオンってことなんですかね。まあ別にその常に携帯につなぐことじゃないとも思うので、あとは音声コントロール、音声認識コマンド、ああそうですよ、これあのいいことに音声コマンドだから、この何ですかね、この言葉を言えば別にボタン触らなくても本体が反応してくれるんですよね。だからこれでホームページに戻る、ならんやった、バックカメラなった、フロントカメラ、おーいいね、あとは何でしたかね、もうちょっと忘れましたけど、こんな感じで、はい、言葉で反応するんですよね。ちょっと面白いですよね。まあ音声フォーマットはフォーマット、フォーマットアラーム、あーまあだから満タンですよってあれでしょ、日付、モニター点灯時間、まあモニター点灯時間です。モニターの何ですか、明るさですか、まあ自動でいいんじゃないですかね。あとはデバイス音量は、まあデバイス音量ですね、通知音、あまあ周波数は 60Hz、50Hz、はい、でシステム情報、認証情報は何やったかな、これだけ、はい、対応してますよとか、 PSE バッチリですね。あとはまあ初期設定、あシステム設定はそんなもんですかね。で録画設定がこちらでございます。まあ解像度はですね、はい、いろいろございますよ。だから何ですかね、これ全部を使うか、車内リアフロントだけ使うか、あ車内リアの前方後方、まあそうですよね、カメラ4つあるんで全部見るかとか、そういうのもこうフロントリアだけフロントだけとか、そういう設定ってことですね。プラス、その中でもこれだけ、はい、解像度があるので、まあ、マックスにしててもいいんでしょうけど、まあ画質はバッチリでしょうけどね、まあ、ただその分 SD カードがすぐあの満タンになるってはなっちゃうと思うので、まあ、自分的にはまあ 1440p と 720p、まあ、1080p1080p でもいいと思いますけどね全然、まあ、ただ今のやつもう非常に画質いいので、カメラが立派なので720ぐらいでも十分、確認することができますね。で、ループ録画が、まあ、そのだから3分間とかだったら3分のファイルとか5分のファイルってことですよね。で赤外線ライト、まあ、ここについてるんですけど、まあ、暗闇でも、はい、見れますよみたいな。あと G センサーはまあ感度でしょう。プライバシーモードは何ですかね。あオンにちょっとしてみましょう。おなんだ、あ全てのファイルが削除されます、そういうこと、フォーマットってことですか要は、まあ、だからもう全部消しちゃうよ、見せませんよプライバシーモードみたいな、そういうことなんですかね。で録画音声、まあ、声ってことですよね。音声のノイズ、軽減とかなんかそういうのもできるんですよね、オンオフ、まあ、だから声を中心に撮るようになってくれるんですかね。でこれはなんだ、露出、あ明かりの設定ってことですかね。まあ、白くなっちゃうってことですよね、プラスにしすぎたりマイナスにしすぎたりとかすると。まあ、こういう細かい設定はしなくていいと思いますけど、でこの録画インジケーターがここですよね、ここのランプがついたり、はい、あのついてた方が分かりやすいと思いますけど、まあ、WDR はもう、はい、どのドラレコでも最近はついておりますね。これはオンにしとった方がいいと思いますよ、明るいとこから暗いところが強いので、ミラーカメラも全部ですね。で液晶、この反転機能が、まあ、この何ですか、こうひっくり返るってことですよ、はい、もしこう逆さまにつけた場合がですね、まあ、だからそうですよね、あの取り付けしてみて、あの角度的にこう90度、まあ、ハイエースみたいなこう90度の柄、トラックとかかな、90度とかつけた場合に反転させた方がいいかなとかいう時にまあ使えるんじゃないですか。で、これはなんだ、反対向くってことですね、映像が。だから室内側は反対側にしとった方がこう反転するってことですよね、左右の、まあ、見やすいんじゃないですかね。なんかもう最初からこれついてたような気しますけど。で、まあ、車両登録番号設定、まあ、ですよね、まあ、スタンプはさっきにこういっぱい出てきたスタンプですね。あとタイムラプス撮影、あタイムラプスとか駐車監視モードで、駐車なんだ、この辺の駐車監視機能はですね、駐車衝撃検知、この機能性はバッチリ、はい、あるんですけど、今回取り付けこれ ACC からしてるので、 ACC じゃなくてあの電源のオプションでコネクターがあるので、そちらを購入してもらえればこれを設定できるって感じですよね。
あと動体検知、だからこれも素晴らしいんですよね。まあ、動体検知は何ですかね、反応するこの広がり方ですか、こういうのも設定できるんですよね。だからこの辺はもうちょっと駐車監視関係ではなってくるので、はい、走行距離、まあ、GPS 設定、あれこんなもんか。まああと G センサーがですね、なんか前方方向、その左右方向、上下方向ですか、まあそのそこの感度もまあできるって感じですよね。まあざっとこんな感じでございます。はい、あとはですね、アプリですねの方をやっていきたいと思います。あのバントゥルーってもうあのアプリがあるので、まずそれを、はい、取っちゃってください。まあ、トリセツの最初の方にも載ってます。まずはアプリのインストールと書いております。で、まあ、接続方法もここに書いてますね。まずアプリを開いてもらったらですね、まあ、そのシリーズがいろいろあるので、はい、まあ、ここに書いてある通りですけど、で、まあ、この N5 ですよを選んでもらって、あ、ここにも取扱説明書も書いてありますね。あのパスワード123456788で、もう繋いでもらったら2メートル以内ご利用ください。あ、見えてませんでした。でもう、はい、すぐ繋ぐことできるんですよね。Wi-Fi 接続が完成しました。 Apple を使用できるようになりました。何らかのボタンを押して Wi-Fi モードを終了します。はい、繋がりましたらこういう画面が出てきております。で、もうそしたら、はい、バッチリなんですよね。これちょっと GPS の番号が出てきてるので、一回ちょっと GPS 切るか。はい、もうこんな感じで、はい、出てきてるんですよね。おー、バッチリですよ。これで、まあまあ横向ければ、はい、横向くっていう感じですよね。おー、バッチリだ。はい、こんな感じで3画面。まあで、この画面を切り替えるのは、どれだ？これか？切り替え中。ああ、はい。まあこんな感じで、この切り替えボタンがあるんでですね、これで、はい、こう切り替えをするっていう感じで、これ、正常切り替え。これが室内側か。あ、全部押したい場合はこのこれか。あ、違った。あ、来た来た。何回か押したら、はい、ちゃんとこれに戻ります。あ、今ちゃんと撮っとるとやった。で、あとはなんだ。あ、録画を停止し、このファイルに移りますですね。で、まあこんな感じでバーって見れるんですけど、あの GPS 機能を見る場合はですね、一度ファイルを保存する必要があるみたいですね。はい、まあこんな感じで下にこう出てるんですけど、出てきてるんですよね。おー、バッチリですよ。びっくりした。はい、このファイルをダウンロードしますか。で、これでダウンロードすると、あ、この頭の、ローカルか SD カードじゃなくてローカルの方に来るので、これで開いてもらうと、はい、こんな感じでございます。まあ、ちょっと雨の日で前見づらいですけど、まあ見づらいですけど、これバッチリでございますよ。全然映像は綺麗でございます。はい、どうですか。で、だから携帯でもしその GPS のその場所を一緒に確認する場合は保存してローカルで見るという感じでございます。で、ですね、ちょっとパソコンの方を見てみましょうかね。パソコンの方、パソコンも、はい、同じ感じなんですよ。はい、このパソコンがですね、このバントゥルー、これなんて読むのかな、っていう、はい、このアプリがあるんですね。これを開いてもらうと、これもですね、 SD を入れてもらって、そしたら、まあ、ここからこう開いてファイルをこう見ることができるって感じなんですけど、ちょっと反射で見づらいかな。まあ、いっか。まあ、別に映像だけ見る場合はですね、このアプリ取らなくても、ただ普通にあのデータとして見ることもできますよね。この SD、まあ、データを開いてですね、ドラレコはこれどのドラレコでも同じですけど、まあ、でバントゥルーさんの場合は、はい、こうやってアプリがあるので、だからそうですよね、キロ数と、まあまあここに GPS 出てくるんですけど、それと、はい、一緒に確認することができるっていう感じです。はい、まあ、ちょっとこんな感じで、GPS、はい、ちょっと見づらいと思いますけど、反射でこれバッチリですよ。で、はい、これが速度ですね。で、これはなんかよくわかんないですけど、はい、なんか3つあります。あ、これこの時間帯での最高速度かで、平均速度とか出てます。あー、まあでもほんと GPS バッチリですよ、バッチリですよ。で、ちなみにこれ設定でですね、あ、まずここの言葉、はい、選ぶことできるんですけど、まずこれで日本語にしていただいて、で、あとは何ですかね、あ、 Google マップとバンドゥマップ、などもこれ設定できるんですよね。まあ、こっちの方があれかな。はい、これが室内側でございますよ。で、そうですよね、何ですかね、周りの車のこの横で走ってるやつとか、これ番号見えるんですよね。で、ちょっと、はい、夜もこんな感じでございます。あ、で、ちなみにここに開くときに
これ一回こうデータで選ぶことできるんですけど、これ ABCD ってあるんですよね。でこの ABCD をこの全部保存してもらったら、はい、こんな感じで全部出てきますね。ここにカメラが、カメラじゃない、映像が、まあ、だからはい、こんな感じで全部出てくる感じですよね。どこをどう走ってるって、はい、夜の感じ、いや夜も全然綺麗なんですよね。でこの室内見てくださいよ、室内赤外線ライトで、はい、バッチリでございます。イケメンが映っておりますよ。これが後ろ側から前を映してるって感じですよね。あ、この赤外線のライトが、いや夜でもこれほんとバッチリなんですよね。これ、あ、ここでも帰れるとか、なるほどなるほど、ここでも帰れますね。いやもう今のやつだってこれ解像度若干落としてるんですよ。1440に1800いくらもありましたよね。で室内も、これ720ですよ。でもめちゃめちゃ綺麗ですね。言うことないですマジで。まあ、バントルさんは昔から使わせてもらってますけど、ちょっとはい、雨の日が後ろガラスはまあ後ろワイパーがないんでですね、クレストの場合は。あで これを言いたかったんですよ、このライン。これはもうちょっとしょうがないですよね。はい、あ、これもあれか、撮ったやつですね。なんかこれかっこいいですよね。わかります。後ろから室内を撮ってるやつですけど、はい、てな感じで、バントルさんのですね、ネクサス5。あ、ごめんなさい、間違えてたらごめんなさい。ネクサス5をご紹介させていただきました。4カメいいですね、やっぱ。4カメ。まぁ、ちょっと前よりかはですね、最近はもう煽り運転も全然なくなったのでですね、そこまで。まぁ、でもまだあるか。まだ全然煽ってくる人いますもんね。まぁ、でも軽い煽りですよね。有罪にできるまでないやろな、ぐらいな軽い煽り。はまだ全然青いですよね。まあでもこう、もしこう事故などですね、こう完璧なあれは映像撮ることできるので、まあドラレコお悩みとか悩まれてる方はこういうドラレコもいいんじゃないでしょうかという感じでございます。4カメって意外といいですね。初めて4カメつけましたけど、3カメぐらいだったらですね、前回取り付けてたのも3カメだったので、まあ、あれでも十分ですけどね。後ろ前撮って室内側もまあ、でもそっか、まあやっぱ視覚って考えたら前のやつでもまあ四角一応ありはしたんですね。もうこれほぼ四角ないですね。で、まあ GPS などの機能も、はい、非常にいいんじゃないかなっていう感じでございます。映像ももう言うことないですよ。もし気になられましたら、概要欄に商品 URL 貼っておくので、覗いてみてください。はい。というわけで、今回はバントルさんの、ドライブレコーダーをご紹介させていただきました。まあ、少しでもいいかなと思ってくださいましたら、グッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。なんか久々のドラレコ、久々でもないか。まあ今後もですね、いいドラレコとかまた新しいドラレコが出てきましたら、アップしていきたいと思いますので、ぜひこれからも、よろしくお願いします。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。では、バントルーさんいいっすよ。壊れないっすね。